はい、では今日最初のコーナーです。テーマは肉食系ツイッターすごいなんか元気がもりもりって感じですけどはい、はい、今日のゲストは、株式会社ミーツユー代表取締役社長の星野由香さんをお招きしております。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。はい、先ほどね、はい、冒頭のオープニングトークでご紹介したように不思議な縁でつながってます ね、 びっくりしました。はい、はい、で肉食系ツイッターっていうテーマ、はい、なんだか分かります？まず肉食系っていうと、うん、もうお肉もりもり食べてる元気な女性最近女性が肉食系ってよく言われてますよね。そうですね。それとツイッターとの関係がちょっとどうなのかなって思いましたけど、はい、はい、で今ミーツユーがちょっとやってる仕事の内容を伺ってみましょうか。そうですね。ところでまずミーツユーってどういう意味ですか？ミーツユーはですね、はい、人が集ってそこからつながる縁をサポートしていきたいという会社になりまして、ほとんどイベント事業がメインにもなってるんですが、はい、やっぱり私自身人との出会いで人生が変わったっていうところで、たくさんの人がまたそれこそシンクロニシティのようにいろんな人とつながっていけるような、そういうマッチングをしていきたいという思いから作られた会社です。なるほど。はい、今実際に、それをやり始める前の過程ですね、具体的にどんなことをやってこられたんですか？もともと6年間ずっと美容業界にいまして、うん、美容の人脈はあったんですが、はい、それ以外の人脈って何もなかったんです。で自分に夢を聞かれた時にこのままでいいのかなってすごく思った2年前だったんですが、はい、このままじゃたった1回の人生つまんないと思ってですね、いきなりスパンと6年間の美容業界にピリオドを打って、はい、でそこから何をしたかというと夜、仕事をするようになって、でその仕事で稼いだお金を全部ですね、昼間タモリのテレフォンショッキングみたいな形でですね、いろんな人に会いに渡り歩いた2年間、その中で3000人の方に、お会いすることになって。3000人ですか。いろんな人に会いました。パワフルですね。はい、会う時っていうのはどういう人と会いたいっていうことで会ってたんですか？ですね、私は犬年なんですね、はい、なので、私は中堅だから、きっとあなたの役に立てるような犬になって帰ってくるから、はい、今自分は提供できるものがないけども、絶対あなたに与えるものを持って帰ってくるから、今あなたの頑張ってる理由とか、なんでその仕事をしてるのかとか、それからどうなっていきたいのかっていうことを私に教えてくださいと、それでも一人一人ゲストをこう招くような形で会いに行ったんです。すごいですね。なかなか3000人に会うというのは大変ですよね。いやでも本当にパワフルですねもう私一瞬もねお会いしただけでもうすごい存在感と明るさで、人を引きつけるね何か魅力があるんだなって思うんです。だからきっと人もそういうね、挨拶されただけでうわって引きずり込まれるようなそういうね何か不思議な魅力持ってるなと思いました。ありがとうございます。まあ、多分100人にですね、草食系か肉食系かってどっちのイメージですかって言ったら100ゼロでしょ私もそう思います最近草食系の男性どう思われますか？草食系はどうかな。でもやっぱりこう積極性、はい、私が言ってる肉食系っていうのはギラギラしてる感じではなくって、もともと焼肉を食べる会っていうのも一つなんですが、そうなんですか。元気で明るくてポジティブな女の子たちが集まったらなんかいい縁になって何かできるんじゃないかなっていうところと、焼肉を食べるっていうのを絡めて肉食系女子の会っていうことになったんです。そうですか、はい、食べ物から力をもらうということですね。そうそう、まずはそして来る人が、はい、まあ、情報を伝える手段ということで、はい、今ツイッターっていうのが当たり前のになって、当たり前というか、まあ、若い人の間ではですね、はい、そういうのが、重要なコミュニケーションツールになってきてるんですけども、なんとですね星野さんは、はい、まあ、女性経営者の中でですね、日本でナンバーワンのツイッター、要はフォロワーって言いまして、彼女が何かコメントを出した時に、何人の方が見れる環境にあるかっていうのがあるんですね。はい、はい、クイズです。どれくらいの人数がいるでしょうかということなんです。1000人。甘い。そんなもんじゃないんですね。違う。あら、じゃあ1万ぐらいいっちゃうんですか？実はですね、日本武道館2杯分を超える2万4000人。2万4000人。すごいですね。1日何件くらい増えていくって言ったっけ？1日300人から400人ぐらいがどん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 新しいご縁で増えていく、はい、そしてそれを、はい、ご覧になってまた
応えていくともっともっとそれがまたそうです、連鎖のように。うわ、でこれがです ね、 ですね、まさに今日奇跡的なことが起こったんですけども、はい、今日あの彼女がツイッターで番組出るって言ったんでしたっけ、はい、そうなんです、昨日の夜ぐらいに、ここのスタジオで、2時から生中継で出るよってつぶやいたんです、はい、2万4000人の方に、そしたら一人の方から連絡が来て、はい、今日僕も電話で出るよってこのレインボーターンに出るよと。そうで、しかも、なんとその方は2時半頃から出るよと、まあ、それ川島さんという方なんですけども、はい、あの島再発見のコーナーで電話ゲストの方なんですよ、ね、でその方とつながってる、多分今もですね、先ほどなんかそのユーストリームですか、なんか今見てますってなんか来てます。もう早速早速、はい、ですか。でもすごいですね、同じ日に重なってしまうというこのツイッターってすごいですね。すごいです、だからツイッターとこのシンクロプラスとね、なんかもうぐちゃぐちゃになってますね本当はい、まあ、そんなことで、まあこの人脈をすごく大切にされる中で、まあ、どん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 フォロワーがこうやって増えていって、ただそこにはですね、まあ、単純にフォロワーが増えたところで、先ほどやっぱ元は人間ですので、はい、なんだろう、ちゃんとね、あの情報がこうやって膨らんでいくってことは、それの情報に価値があったり、っていうことですよね、まあ、そこら辺どういうコツというかですね、どういう心がけでやってるのかちょっと伺いたいんですけども、はい、やっぱりですね、例えばあのフォローし、ツイッターを始めたばかりの方って、まあ、とにかくツイッターでつぶやく、まあ、要は独り言の連鎖なので、独り言ばっかりじゃちょっとつまんないって皆さんおっしゃるんですが、はい、でやっぱりコメントが欲しいとよく相談に来られるんですね、でもやっぱりコメントが欲しい時に、あなたはコメントをいろんな人に返してるのっていうと、結構そうではなかったりするんですね、でやっぱり人脈も同じように、自分が例えば紹介をしてほしい紹介をしてほしいって思った時に、ガツガツ自分が紹介してくれ紹介してくれっていうよりは、まず先に自分から与えるっていうことをしないと、やっぱり人脈を作っていくにおいてもそれがすごく大事だと思うんですが、ツイッターも同じで、たくさんたくさんいろんな人とつながりたいっていうのであれば、自分からいろんな人をフォローしていって、自分からもっともっとその人と関わっていって、でそういうことがすごく大事かなと。あ、じゃあ自分から情報をどんどん発信していく、そうですね、っていうことですね、あ、すごいですね。そして、バーッとたくさん帰ってきちゃったら、それ読むのだけでも大変じゃないんですか。それを管理して全部バーッと、それも管理する、はい、すごい。で今のお話伺ってると、なんかね、星野さんの後ろに二宮尊徳が見えてた、たらいの水の原理って、ね、そうですね、聞いたことあります、ね、うん、聞いたことあります、向こうにね、押しやると、水を押しやると戻ってくるってね、そういうことなんですね。なるほど。じゃあ今後そういう、なんだろう、有機的につながっていった人脈を通して、またどんなことをやりたいという夢がありますか。そうですね、やっぱり人と人をつないで、そこから新しいものを生み出すっていうのがすごく好きなので、もっともっとやっぱりいろんな方と、関わっていきながら、たくさんいろんな事業を見ていきながら、また新しい事業をたくさんやったりとか、そういうことをやっていきたいなと。素敵ですね、星野さんならできますね。まだまだですね、これからはい、今日はですね、あの最初に僕が星野さんを知ったきっかけのね、あそこに和久井さんが今朝電話を入れたらね、急遽来てくれたんですね今お見えになってますねって言ってくださってます、はい、ありがとうございます。はい、あとまた後ほどね、電話で出ていただく川島さんともまた、楽しみですね。はい、はい、それではですね、今日は、株式会社、三井代表取締役社長の星野由香さん、最後にですね、あの人生を変えた言葉っていうのがありますけども、はい、星野さんにとってあの人生を変えた言葉、これをちょっと教えていただいていいですか。はい、あなたが虚しく生きた今日は、昨日、死んでいったものがあれほど生きたいと願った明日。あ、なかなか深いですね。深いですね、はい、今度はそこんなところを聞きね、そうですね、いただきたいですね。はい、これはですね、つい最近出版されカナリア書房というのが出たですね、女性経営者100人人生を変えた言葉、この中に星野さんの今の言葉と、またそのそれに至ったね、まあ経験、まあそんなことが書いてありますので、ぜひ皆さん興味がある方は読んでみてください。今日は、どうもありがとうございました。ありがとうございました。